ゆかりね、最近ね、弟の結婚式がね、あったんですよ。なので、行ってきました。弟の結婚式に。可愛かったー。弟。いや、もちろん、お嫁さんもね、可愛かったのね。で、もともとさ、ラジオでも言ったと思うけど、弟に彼女ができた時に、嫌だ嫌だって言って、ほいでもう実家帰りたくないわーんって泣いてて、ほいで弟がお姉ちゃんが反対するならもう僕別れるわーんって泣いて、なのに、実家に帰った日に空港になぜか彼女も迎えに来てて、ちょっとなんか、ってなったって話したじゃん。なんか、なんで来てんの？みたいな感じになったって話したんだけどさ。なのにね、そんなに思ってたのにね。まあもう何年も経って、普通にね、なんかこうお出かけとかしたりもして。ほいでさ、結婚式の日に、まず弟が先に入ってくるのね、一人で。ほいでさ、わあ、一人で入ってきてる！かわいいって思って。なんでさ、多分すごい緊張してると思うの。だってみんながさ、待っててさ、そこにさ、扉がガーって開いてさ、扉がガーって開くとまたさ、光もふわーって差し込んでくるじゃん。その中を、神々しいその光の中を、弟が一人でヨロヨロしながら歩いてきて、かわいいって思って。ね、すごい弟緊張してて、なんだろう、指輪を交換するときとかね、手がブルブル震えてんの！かわいいと思って。めちゃめちゃかわいいって思ってさ。挨拶、誓いの言葉とかなんかした。挨拶とかもね、なんかね、もうさ、素人さんっちゃ素人さんだけど、いい加減大人だから、多分七八ぐらいだからさ、いい加減大人だからね、ほらよくさ、会社とかでさ、なんかこう、発表するときとかって割とみんなこう、シャキシャキ喋るじゃん？そんな感じでもなんでもなくってね、なんかね、本当に、子供が喋ってるみたいなの、二人とも。結構アットホームな感じのさ、やつだったんだけど、なんかこう、一日一回必ずメールをします。みたいな感じのことか言っててね。子供みたいで可愛いと思って。あれ？可愛くない？可愛いでしょ？何のタイミングでそれ言ってたか知らないけど。でもね、そんなね、楽しかったね、結婚式のね。後にね、弟たちはね、新婚旅行に行ったの。でもね、ゆかりも行きたいよ。なんでゆかりは行っちゃいけないの？誘われたいよ、新婚旅行。いや、一緒に勇気と旅行行きたいよ、ゆかりも。ずるいよ、そんなの、お嫁さんだけさ。なんで二人で旅行って。みんなで行こうよ。行きたいじゃん、ゆかりも。ほいでね。いや、それがハネムーンかもしれないけどさ。ほいでなんかね、ビデオカメラをね、買ってて、弟たちが。そんなんさ、ゆかりと勇気の旅行するとこ、お嫁さん撮ってくれないかなと思って。行きたいじゃん。家族の、なんていうの？なんかこう、思い出みたいなのさ、撮りたいじゃない？だから、それちょっとくれないの？って思ってね。ちょっとなんか寂しかった。ね、いいじゃんね。別にね。一緒に行ってもね。気にしなくていいよって言って。いやいや、ゆかりのことは気にしなくていいからさ、って。めっちゃ気にする。ねえ、そんな気にしなくていいのにね、お姉ちゃんなんだからね。そんな赤の他人じゃあるまいし。ねえ。怖くないよ。何が怖いの？ちょっと待って、怖くないじゃん。全然怖くないじゃん。そりゃね、初めて空港で会った時はね、怖かったと思うよ。なんか、こいつかと思ってたからね、怖いと思うけどね。今はだってもう仲良しじゃない。怖くないよ。ゆかりん、怖くないよ。